こんにちは、気候師のコウです。今回はヒーリング動画のご依頼をいただきまして、認知症へアプローチするヒーリングをお届けしてまいります。認知症と一言で言ってもですね、いろんな種類があって、その原因も様々です。脳の炎症であったり、毒素が蓄積されていたりですね、あとは腸内のマイクロバイオームの低下ではないかという話もありますね。ですからアプローチすべき箇所はですね、多岐にわたります。その中でも有力ではないかなと思われる脳とそして腸への、気候ヒーリングをですね、今回はしてまいります。2箇所ございますので、5分5分の合計10分間気候ヒーリングをしてまいります。あ、それと余談ですが、先日お送りした血糖値にアプローチしている、気候ヒーリング動画もですね、症状によっては合わせてご覧いただくのもいいのかなと思います。はい、それでは最初にコピーをしていきますね。はい、それでは最初にですね、そうですね、腸の方にヒーリングしていきますかね。5分間腸にヒーリングをしていきます。よーい、スタート。Thank you.
次に、脳にですねヒーリングをしていきます。よーいスタート。
完了です。はい、本日は認知症へアプローチする10分間の気候ヒーリングをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。認知症はですね、これからますます増えていくと、言われています。ですから、日頃からですね、予防していくこともかなり大切だなと思いますので、ぜひ心がけてみてくださいませ。はい、それでは本日の動画は以上です。またね。